校の時に海外に受けまして、そこから旅行に興味が出てきました。私は楠本しおりと申します。14年間 ANA の CA として働いております。夢を叶えるために生まれ故郷の長崎から東京に出てきたのですが、東京にエナジーを感じておりまして、夢を持って集まってきている人が多い都市かなというふうに感じます。到着ロビーが好きです。お客様が待ち合わせの方と久しぶりに出会っている姿や笑顔を見るのが幸せに感じます。フライトの前に必ず靴を磨くようにしているのですが、オフモードからオンモードに切り替える。チームでフライトをするので、何か一つのことをみんなで成し遂げた時にとてもやりがいを感じます。例えばハネムーンのお客様がいらっしゃった時にサプライズでお祝いをしたり、お誕生日の方であったり、私もいつもおもてなしってなんだろうと思います。想像をして自分から何かを先にして差し上げられる気持ちであったり、本当におもてなしとは奥が深くて永遠に答えが出ないのではないかなと思います。